明治安田生命 J1 リーグ2019第29節、今日は金曜日開催の第1日、浦和レッズ対大分トリニータの一戦。ようやく順位を10位まで持ってきました。しかしここにいるチームではありません。さらなる飛躍は残り試合あと6。どんなパフォーマンスを今日見せてくれますか、浦和レッズホーム。黙祷。記録的な被害をもたらした大型の台風19号は日本列島に広範囲にわたって深い爪痕を残しました。多くの方がお亡くなりになりました。今黙祷が終わりました。浦和のスターティングメンバー並びをご紹介します。ゴールキーパーの西川で、3バック、岩波、マウリシオ、牧野、この辺りの順位はどうなりますか。岩波が中というそういうような情報も一部入ってました。関根、エベルトンが、阿部、宇賀神がいて、そして長澤、武藤、前に興梠を持ってきます。興梠今シーズン12ゴール好調です。さあ大分の並びですが、ご覧のように、これ橋田さん、ミラーゲーム。ただ大分は、高木、ゴールキーパーの高木がビルドアップに参加して、単純に言うと後ろ3バックと4枚でボールを回せるわけですからね、そこを浦和レッズが前の3人で、その4人をはめに行くかどうかっていうのは、ちょっと楽しみでありますよね。一旦右に一人を剥がせれば面白い。この子の対決も随分監督は期待していました。シュート、ポスト、際どいところレッズ救われました。入ってきた後藤、これ結果的にワンツーみたいな形になったんですけれども、うまく入ってきましたね、さあレッズの最初のコーナーキックになります。ショートコーナーになりました。いい角度です。ミドル、最後は大きく外れましたが、ようやくフィニッシュまで持っていくことができました。30本です。ここはある程度準備してきた形でしょうね、逆にレッズ、またチャンス、中を見ない、これが長澤です。この力では上回る、そういう言い方もされてましたが、どうする、打開した、この木、左足のシュートはわずかに右外れました。いや、外すところまでうまく外しましたけどね。うまくね、ぐさっとね、ちょっとボールを置く位置が内側だったかもしれないですね。柔らかいボールになりましたが、ちょっと足が長いか、折り返し、面白い、わずかに上、こういうシュートですね。そうですね、こぼれたところ、もう本当にボックスの外からですが、宇賀神思いっきり蹴っていきました。長さを下げて杉本、三平が入って、そして小林誠吾戻りました。相手陣内でのプレーです。うまく中に入ってきました。さあシュートチャンスだ、かわしてフィニッシュ、わずかに左、わずかに左、巻き込むような感じになりましたが、三平、完全にスイッチが入った形だったですね、角度も面白かったんですがね。後藤、ボール、ニアサイドですね、でこれレッズ取ったら面白い。さあレッズ簡単なチャンス、パブリッシュ重なったかな、大丈夫だ、パブリッシュが行く、1対1、パブリッシュドリブル、パブリッシュそのままかわして、パブリッシュキーパー、高木が防ぎました。牧野です。やっぱこの力でグイグイ来てる感じがありますよ ね、ただまだ得点には結びついていません。浦和最後のカードは山中選手です。ゲットキーパー、いや高木が声をかけてぐんと人伸びするようなシュート。逆に今度は大分ですが、うまく阻みました。いい守備を見せましたファブリシオ。さあしかし大分が持ってきました。前に3人、左を使う、中にクロスボール、どうだ、ヘディング、大分が先制点、それもこの
かなり長い距離後藤はね、はい、後藤も走ったと思います、これ追い越した動きからのでこのクロスボールに後藤、ね、流れるように、いやまずこれ追い越して全部出てきてますからね、よく走りましたね。レッツは猛攻を仕掛けたい、3分台をすでに経過しました。後藤の得点、ヘディングシュート決まって0対1置いた、そして今タイムアップ、レッツ敗れる。最後ゲームコントロールしていたレッツ1点を失いました。0対1で大分トリニータ。